何事だ契約者よ。戦いの知らせはなく、晩鐘の兆しもない。この剣が必要な事態は遠く、過度の労働は褒められたものではない。休息もまたなすべき試練である。若い美空には実感の若が話だろうが、この山の翁に贈り物だと。慣れぬことゆえ不意をつかれた。山の大きなともあろう者が死角からの一撃を許すとは。暗殺者として不覚を取った以上、慎んで受け取ろう。決して慣れぬ行事だが、貴殿の顔を立てたい。しかしそれだけでは山の大きなの名に傷をつけよう。つまらぬものだが、返礼を受け取るがよい。魔術の豊、この星見の戦いは長く続くだろう。その功が幾幕かの癒しになるとよいのだが。さて、